はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、丹波篠山の方に、ドライブしに行ってみようと思います。いや、今日ね、家出る前に駐車場のところでマンションの管理人さんと会いまして、ホンダEをね、買ったので電気自動車、駐車場でコンセントね、200ボルトのコンセントお願いしてたんですけど、まあなかなか難しいとまあ総会の方にね出したりとか、まあそこで皆さんの住民のね、OK をいただいてからの話になると、まあそれが来年の2月ぐらいに総会があるらしいんですが、まあそうなっていくとどんどんね後回しで、いやなかなか厳しい状況だなと今思っております。で、さらにねちょっと心配事がありまして、駐車場ね、高くなるんですよね。平駐車場ですね、今止めてるのが、立体駐車場で、まあ、マンション内なんですけど、まあ、1万4000円ぐらい払ってるんですね。で、それが平置きになると2万円ぐらいになると。でさらにね、そのマンションの、まあ、その契約状況にもよると思うんですが、まあ、プラスそのね電気代込み込みでプラス5000円とかねなってくると結構な投資になってくるかなと。月ね9000円ぐらいね差額が出てくるってなると厳しいなと。まあそれが電気代がね、まあ、月々まあなんかメーターとかつけて、まあ使った分だけ使用するとかなんかそういうの交渉してねやれば、まあ2万円プラスでまあ電気代ぐらいで済むと思うんですけども、まあそれでもまあ6000円ぐらいね、プラスになっちゃうということなんですよね。まあそれぐらいプラスになるんであれば、まあこのね、このフィットハイブリッドとかこういうガソリンエンジンのね車とそんなに維持費が変わんねえんじゃねえかという感じですよね。まあそれ以上かもしれないですね。でまあそうなるといろいろ考えるわけですよね。まあ、確かに家にねコンセントがあるのがベストなんですが、私の場合運よくねすぐ横のホームセンターに本当に近いんですよ。700メーターぐらいしか離れてなくて、そこにですね急速充電のチャデモがあるので、まあ、そこで充電してもいいかなと思ってます。まあ週2週間に1回ぐらいかな。まもなく左方向山陽自動車道神戸北方面へ、その先発見所です。はい、神戸北に向かっております。なのでね、あ、ここか、あれも高速降りるの、じゃあ乗り換えか。まもなく発見所です。その先分岐を左方向です。いや今日はちょっとね混んでますよね、道がね。今日は、何日、21日、9月21日です。いや4連休でね、これは左か。左方向大阪方面で、その先本線に合流します。いやもう4連休ね、皆さんどうお過ごしですかね今日はねこういった雑談形式なんですけども、まあ、もし初めて見ていただいた方はぜひとも、私ねホンダEを買いましたので、ホンダEの今日はサムネイルになってると思います。ぜひチャンネル登録していただいたらね、今後そのどういった環境で乗っていくかとかいう感じが見えると思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。難しいなここ、こんなん喋りながら無理や。 OK ホンダ、これ OK ホンダ言ってもうんともすっとも言ってくれないですね。この先合流車両に注意してください。いやね、そのホンダEはそのやっぱこういう、なんでしょう、やっぱ充電まあ当たり前なんですけど、その充電が結構大変かなと思っております。このフィットハイブリッドなんかね、ものすごい優秀なんですよ。まあ、満タンで600-630キロ走りますよね。で今日もこれ丹波篠山まで、65キロぐらいですよ片道で、往復でね、まあ、130キロと
いうことで、あのホンダ E だったら、まあ、あの280キロぐらい走るんですけど、まあ、実際は200キロぐらいですかね、あの急速充電とかになると。そうなると、まあ往復したらもうだいぶあの空っぽに近い状態になるので、もう帰ったら充電するという形になるんですね。なんですけど、まあ、このフィットハイブリッドの場合ね、まあ、600キロ以上走れますので、まあその 2.5 倍ぐらい走るわけですよね。なのでね、まあ、普通にあのこういったね、ちょっとあの近くにの田舎の方へ、まあ、笹山の方までドライブしようかなという時とか、まあ、もちろんね、あのシティコミューターとして買い物車っていうのも最高ですし、本当にね、これは使い勝手のいい車だなと思いましたね。で、なぜそこまでこんだけ使い勝手のいい車を売ってね、あの高い高いホンダ E ね、450万から500万ですよ。予想より100万高い車をなぜ買ったのかというところですよね。まあ、結局のところ私がこのねYouTube をやってるっていうのが、まあ大きな要因ですかね。で、この間小沢浩二さんっていうね、ジャーナリスト、モータージャーナリストさんがいるんですが、その人のあの YouTube ライブちょっとこっそり見てたんですよね。そしたら、あの片岡先生っていうね、すごい円数の昔からね、車の雑誌とかいろんなところで有名な方が、まあちょっとコラボで出てたんですよね。で、その方が、あのホンダ E を買ったということでね、あ、面白いライブだなと思って見てたんですけど、ホンダ E、なぜその方は買ったかっていうと、もともとね、モーターショーの時からずっとね、なんかチェックをしてたらしいんですね。で、もう販売する前からこの車は欲しい欲しいということでね、まあずっと追っかけてたみたいなんですね。BMW の i3 ですね、を、まあ、乗ってると。あれも小型の電気自動車なんですが、まあ、その電気自動車のやっぱ走りですよね、そのガソリンエンジンとは全然違うその走りに魅了されたというのもあって、まあ、そういうモータージャーナリストですからね、一体電気自動車とはどういったものなんだというのを、まあ、体験したかったらしいんですね。なぜ、電気自動車は大型化していったのかというところですよね。リチウムイオン電池ね、あれがやっぱ長距離乗ろうと思ったら本当にね大きいんですよ。大きくなっちゃうんですよね。その大きいバッテリーを積むためにボディがどうしても大きくなってしまうと。テスラなんかめちゃくちゃでかいですよね。なのでね、ああいう日本ではね、もう本当に乗りづらい大きさなんですよ。びっくりするぐらい大きいですからね、実物見ると。で、最近出たモデル3とかは、まあ、だいぶ大きさが小さくなったんですけど、その片岡先生の買った、BMW の i3 は本当にねコンパクトカーなんですよ。で、まあ、それでキビキビ走って、まあ、その電気自動車のこの加速感っていうのもあって、非常に電気自動車が好きになったらしいんですね。で、もともとそういうアンティークカーとか古い車をすごいやっぱ円数っていう呼ばれる方ですからね。すごいやっぱデザイン的な面でもそういう車の魅力っていうのをかなり重視しておりまして、まあそういった面でもそのホンダ E を選んだ理由に当たるということですね。やっぱりデザインがね、すごいこうクラシックといいますか、レトロフューチャーといいますか、すごいそのデザイン性としては高い、まあ、その選んだ理由に当たるということですね。なので、まあ、私もね、そのやっぱホンダ E ってね、見た目がすごいやっぱこれはね、やったなと、ホンダやったなと思いました。実を言うと、なかなかね、ホンダ車ってね、走りはいいんですけど、まあ、皆さんね、ホンダ車乗った方はわかると思うんですけど、やっぱ走りいいんですよ、ホンダ車ってね。
でなんですけど、やっぱデザイン性がね、どうしても国産でいうとマツダ車とかね、ああいうのにはやっぱ劣ってしまうなと思ってたんですよね。で、まあ、今回出たそのホンダインはもうやっぱ私の中では飛び抜けてデザイン性が高いなと思いました。外装もそうなんですけども、まあ、内装のね、インパネのあたりとか、あれもう完全に1970年代の家具のデザインとかね、そういったものをデザインしておりますよね。で、モニターがね、ずらずらっと並ぶ、あれはね、インパクトはかなり高かったなと思います。で、やっぱりそのアンティークの雰囲気も味わえるし、その最新的なね、テクノロジーの満載の車に乗れるということでね、まあ金額は、まあ、ヨーロッパの分から比べて100万ぐらい高かったわけなんですけど、その100万で高い車を私はもうね、そのね、しかも利便性が悪い、ね、200キロちょっとしか走らない車を、しかもマンションにコンセントが付けれるかどうかもわからない、その車をなぜ買ったかというところですよね。私はね、そのプラス100万円、これはもう悔しかったんですけど、バカ野郎ホンダという感じだったんですけど、その100万円は私はその時間を買ったというところですよね。100万円で私は5年分を買いました。5年という時間をね、100万円を出して買いました。5年後にはこういった電気自動車とか、日本国内のインフラね、充電スポットとかどん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 もっと増えていくと思います。なんですけども、それまでにやっぱりこういった電気自動車の、まあ、こういう車を乗る配信者として、まあ、情報をどんどん出していきたいんですよね。まあ、5年後だともう遅いんですよね。それがもうすでに、まあ、そのジャーナリストとまでは言わないんですけども、YouTube、まあ、動画配信者としてはいち早くやっぱりこの生活で、こういった電気自動車を取り入れて本当にやっていけるのかと、でそのホンダの魅力を、ね、伝えられるのかというのを、その5年後ではもう遅いなと思ったわけなんですよね。なので、まあ、私はちょっともう苦渋の思いをしてその100万円は5年間の時間を買ったという思いで今納得して買っております。はい、というわけで、まあ、本題、妥当な価格は、まあ、皆さん多分350万ぐらいだなと皆さん思っておるはずです。まあ、私が一番思っております。納車したらね、その、小沢浩二さんっていうね方と片岡先生の買ったホンダ E を、まあ、私の2台並べてね、まあ、コラボしていただけるということで今連絡を取ってやり取りしております。なので、まあ、来年の1月ぐらいですかね、まあ、動画が出せると思いますので、まあ、1月ってもうすぐですよね。2ヶ月 3ヶ月ちょいぐらいなので、まあ、あっという間に来ると思います。なので、まあ、皆さんチャンネル登録をぜひともしていただいて、そして、まあ、続きを見ていただいたらなと思います。で、あともう一人ね、ドラヨスさんっていうね車買う系 YouTuber の方とも、まあ、コラボする予定になっておりますので、ぜひとも皆さん楽しみにしておいてください。はい、というわけで今日は雑談動画でした。グッドボタンもよろしくお願いします。じゃあね、もう。